こんにちは、鈴木彩乃です。で今度はこちらの K2 スキーのコニックシリーズですね。でこちら各メーカーいろいろあのセミファットシリーズ出していますが、あの K2 のスキーの一番のいいところはまず乗ってみてすごく楽しいというフィーリングを感じられる板です。であのこういったあの 板の性質なんですが、あのこれもメタルの方が入っておりまして、柔すぎないっていうところがこの板のいいところです。そしてあの84センターの幅がお腹のウエストのところ84センチで、あのリフトアクセスであのちょっとゲレンデの脇パウダーから、あとシーズン中の午後になって悪雪になってきた時、春スキーなんかは浮力がすごく増して1本でクルージングなどしやすい板となってます。あの私も力を入れずに滑るときはこちらの板がすごく面白いかなと、1本あの乗ってみてはいかがでしょうか。